大人のラジオバラエティご唱和ください。今週も皆さんからのねいろんなメッセージを頼りにしまして、まあ、井戸端会議してるわけでございますが、テーマとは違ってちょっとこんなメッセージがありましてね、戦国時代の優秀な武器は火縄銃という方からいただきました。角仙さん、はい、毎週聞いてますよ。ありがとうございます。高橋さんとの掛け合いマドモアゼールかき混ぜるぐらい面白いですよっていう。これ庄司さんでしょ、村上庄司さんでしょ、はい、モンジューマドモアゼールかき混ぜるっていうねくらい面白いですよ、はい、平日レギュラーになればいいのにって、あ、ネタがそれほどないか、全力で応援していきます。ありがとうございます。今週はですね、昭和の迷信言い伝え格言、それから格言いっぱい来ました。もうこれね全てね私目通すのにかなり時間を要しております。本当にありがとうございます。頑張っております。頑張っております、うん、高橋とか頑張っております。さあ、海のトトロさんです。高知県は宿毛市からいただいてますね。宿毛ですよね、うん、私は食器を洗うとほんの少し洗っただけでエプロンがびしょびしょになっていました。蛇口が大きい。いや、そんなんじゃないの。それはおそらくね、個性だと思います。それも、あの、でもさ、本当に洗面台を作るというか、家お家の時ね、はい、なんでもう10センチ高くせんかったんかと思うね。あ、まあ背が高いからね、山根さんは。もう俺もね、なんか濡れるのよ。すごいカゴ間に合いけん。もうで、母が、はあ、あんたは大酒飲みと一緒になるわと言っていましたが、私はそんなことはないと思ってました。結婚してみると母の言った通りでした。あのご主人が大酒飲みなんですね。ある女性雑誌のような、まあ、女性がよく見るような雑誌で、うん、嫌いな男性のタイプで大酒飲みがベスト3に入ってました。あれ、山根さんは入る？僕はもう全然、今もう本当にたしなむ程度ですわ。おお、そうですよ。若い頃でもかなり飲んでたんでしょ。ロックンローラーはね、飲まなきゃいけないっていう風に勝手に思い込んでた。そういう言い訳は、いや本当に思ってたんだって、みんな。そうなんですか。高知県っていうのはもう僕も何度も仕事に行きましたけど、まあ、お酒が好きな方が多い。お酒が ね、そういう話ですね。お強いというかね、強いですよね、はい。サワチ料理でガンガン飲むっていうね。披露宴もそうでしょ。とりあえず乾杯まででもずっと飲んでるんですね、あれ。そのだから人の話を聞かないっていう話も聞いたことあります。はい、もうすぐ飲んでる。真っ黒パンダさん、はい、昭和36年生まれの方です。59歳女性の方ね。子供の頃、霊柩車を見たら親指を隠さないと親の死に目に会えないよっていう風に言われてました。高島忠夫、大変ですね。イエーイ。小学生の頃、私は死というものが怖くて、はい、親の死に目になんか会いたくないと思って、あえてその逆、親指を出してました。イエーイとやっとけば大丈夫だと思ってたんですね。でね、このパターン、その逆をやってたと、子供心に小指を隠す。いや、違う、その逆じゃなくて、ちょっと話いくよ。はい、どうぞどうぞ。ラジオネームけんちゃん、うん、昭和の言い伝えということですが、夜爪を切ると親の死に目に会えないというのがありますが、子供の頃それを逆手に取って爪を切ると親が死なないと思ってやってました。でもこれはよく言うよね、うん、夜爪を切るとって親の死に、はい、だから、うん、実際にこうそれを守っててね、うん、でも会えなかったら実は違う親だったっていう、なんかそっちに行くの。それまた赤いシリーズみたいな。それダイエドラマだから宇津井健じゃないんだから。はい。また昭和のドロドロ。ドロ、はい。げんこつポンポンさん、昭和45年生まれの方でございます。令和も続いているのかと先日も聞きまして、軽いめまいがしました。私が中学生高校生の頃、散々言われたことです。大丈夫大丈夫、女の子はね、年頃になると痩せるから。信じた私が愚かでした。同じを経験している人がたくさんうちの周りにいます。全国的なんですかね。年頃になると痩せると思ってたくさん食べてたら全然痩せなかったっていう、そういう方がたくさんいらっしゃる。何を食べるかによるらしいです。これ真面目な話なんですけど、その、うん、何を日頃食べてるかっていうことで、うん、それは学校帰りのコロッケでしょ。いや、それがさ、そりゃあのにいい匂いしてたらコロッケ買い食いするでしょ。コロッケ買い食い食います。ね、それでまあでもいいんじゃないですか、うん、もう元気なら。そう、元気ならいいですよ。あのね、元気が一番で、昭和45年までか。はい、うん、あと気になる、僕より1個上、気になるのはちょっと
まあ、数値をよく調べて何の数値、いろんな数値ですよ。血液検査ですか。そう、血液検査になったら、はい、バーッと数値表みたいなのが出るじゃないですか。出る出る、バーッとこう、うん、で、あの上の矢印と下の矢印ね、そう、これ気になるね。気になる。だからの評定、うん、A ランク B ランク C ランクこの年になってもそういうランク付けされるんかと。でも今もう年々ああいうのってこと細かくなってんだろ。なってますね、だから今まで分からなかったものまで分かるようになるというのが、まあ、進歩です。その実の欄の一番下になんか育ち丸とか分かんないよ。